暖炉だ。あれ、主人公の女の子寝ちゃってる。まあいっか。あ、外雪だ。いいね、落ち着くね。テーブルの上から見ていこうかな。あ、ここかな。なんか砂糖かなんか入れんのかな。ココアに砂糖入れないか。お、ミルク。コーヒーか。これ雪かな。なんだろう。雪の結晶みたいな。花びらみたいな。なんかどっかにこれをヒントとしてやるのかな。雪だるまの皿の上にカラフルな数字のクッキー。クッキー食べたい。緑の電球。あ、取れた。緑の電球ゲットーン。で、これはアルバム？猫さんのアルバム？なんか、ミルク飲んでる。猫じゃらし。窓の外見てる。ん？これだけ？こっちも見れるのかな？あ、見れた。左と右別で見れた。もうなんかみんなで仲良く遊んでる。一匹で寝てる。数字が書いてあるな。あと、なんか矢印でピーって線引いてあるな。11241ってことかな。11241ってことかな。テーブルの上はこんな感じかな。どっかに数字入れるところがあるんだろうね。11241。まあ覚えとこう。この椅子は何だろう。さっきのマークか。なんか似てるのがいっぱいあるぞ。これとこれって同じじゃない？同じの全部合わせってことかな。あとどれだ。もうなくない？似てるの。あ、これか。あ、あった。正解した。リモコンだ。リモコン？リモコンなんかどこに使うの？暖炉？まさかこれ、偽物の暖炉？ピッ。どうにもなんなかった。あ、薪がゲットできる。一個だけか。薪持ったくべよ。もうくべた。あちち、あちち、火事になっちゃう。大丈夫？もう薪ゲットできない。なんだろう。いきなり火強くしちゃったけど。おー、もしかしてここの窓の模様が火を強くすることによって温度差で浮き出てくるという、まさかの複雑巧妙なトリックを偶然にも俺は解いてしまったのであろうか。丸。右、この矢印通り行けってことかな。左下を指してる矢印が一個もないから、ここスタートでしょ。だから左下から、右真ん中行って、左上行って、右上行って、左真ん中行って、右下。で、これ取っ手のマークがついてるから、どっか引き出しを触れってことかな？引き出しなんかどこにある？あった！この暖炉の横。これだね。ここ、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 で、ここ。やった！一発クリア！かっこいい鍵。魔法の鍵だ。あ、赤い電球ゲットーン。毛玉の中に隠れてた。時計の音がする。時計なんかどっかにあるのか。じゃあこの棚の右。あ、棚の右は見れない。じゃあ棚の上。スタンドライト。あ、入れられるぞ、電気が。入れよう。電球入れちゃおう。スイッチがあるのか。と、ローマ数字で、これは12と10かな。あ、数字が違う。これは6と2か。12と10、6と2。12、10、6、2ってどっか入れるとこあるのかな。ちょっと見ていくか。これは A。あ、なんか入れるとこある。クッキーかな、これ。そう、忘れちゃった。他の。これは？英語 C ピン？
あ、ここなんか入れられる。まあこの、今わかんないや。鍵。鍵穴がある。やった。やった。よっしゃ。じゃ、この左の。これは？あ、ここもなんか入れるのがある。音符だ。ん？ここわかんないな、まだ。謎多いな、この部屋。この右上は？触っても何にもなんない。あ、これクリスマスの字が欠けてるな。どっかで文字拾ってこいってことかな。で、この本、本は触れない。ドア、ドアは開かないけど。あ、この、なんだろう、下に敷いてるやつが、なんか模様になってるな。3としか読めないな。読めない。この床に転がってるこれはスゴロク？あ、うわー、テレビがある。テレビがあるぞ。リモコンかな。はい。音符が出てきた。あ、さっき絵にあったな。ちょっと待って、一個だけいい？今リモコン使ってテレビつけたけど、このテレビめっちゃ古そうじゃない？なんかガチャガチャ回すやつあるし、それってリモコンついてんのかな？まあ、いっか。で、テレビの下は触れないか。あ、触れる。でもなんか開かないな。鍵がかかってるわ。じゃあこのスゴロクは？英語の字が書いてあるぞ。あれか。さっきの A のところに入れるのかな。DRNEXITAM 長。D、まあ、とりあえずじゃあ3つずつね。DRM。これかな？これだ。DRM。あれ、桁がなんか全然合わないな。DRM だっけ。あれ、M ない。M も N もない。違うのかな？でもなんか英語打ち込むとここんなとこ、ここぐらいしかないでしょ？先にあれ音符やっちゃおっか。音符なんだっけ？音符ここだっけ？ここだ。3つだけだ。ちょっと見てこよう。テレビだったな。このスゴロクを見るとテレビの画面になる。あ、この白いのが。あー、ってことはこの左3つだね。ドレミかな？ミファソ、ミソ、ラシ、ミソシかな？ミソシルかな？うん、まあ、いっか。ミソシ。で、長さは、ミソシ、ミソシって感じかな。これかな？ミ、ソ、シ、シ、し、あった。イエーイ、ゲットー。今一瞬どこにあるのか分からなかったわ。2個ゲット。やっと2個ゲット。この主人公の女の子は寝たまんま。まあ、いっか。あと絵が、分かんないのが、右上の、クリスマスの文字が欠けてるの、で、音符クリア、鍵クリア、このヨットの字がわかんないんだ。で、あとの、あ、クッキーやっちゃおう、クッキー。青、緑、赤、黄色。青、緑、赤、黄色。かな？青、緑、赤、黄色。青、緑、4179。4179。4179。あれ？4179。あれ？違ったっけ？青4。緑1。あれ合ってるよね。このクッキーの重なってる順番に入れろってことかな。かな？それぐらいしかないよね。青から行く？ 4141、黄色9、赤7ってことかな。そんな難しい入れ方するかな。まあ、いや、リセットして。4179。こっちが9。
で、ここ7。違う。え、4179。え、違う。赤最後で、わけじゃない。赤から入れる？赤、黄色、緑、青で入れる？赤7。赤7、黄9、緑、青4。違う。なんでどっかになんかヒントってあったっけ、他に。この絵にヒントはない。かぼちゃが楽しそうに飛んでおる。反対側にヒント。ない。わかんない。詰まっちゃった。ここ見てない。あ、これ床のマットじゃない？絶対そうだ。ここが E みたいなやつだったな。で、ここが L みたいなやつだった。で、ここがなんかチョンってなってて、ここが、8だか9だかで、これ。あれ？違う？これは？あ、わかった、これ。赤い時計だから、あれだ。6と2でしょ。6と2。どうやってやんだ？こうか。あ、行き過ぎちゃった。じゃあこっち6で。で、こっち2で。違う。じゃあ逆にしよう。あ、6ここだった。うん。あれ開かない。じゃあこっちが6で、こっち2。やった！やったね！あ！字が取れた。クリスマスのやつだな。で、青い時計がまだ開かないんだよね。なので、床のやつ。合ってるよね、これ。なんでダメなんだろう。F3、L1 みたいな。F3、L1 みたいな感じでしょ？あとこれすごい雪降ってる。降りすぎじゃない？中の、このスノーなんて言うんだっけこれ。スノーなんとか。雪の量が半端ない。一回振るとか。振れないかな。振れないな。じゃあ、ここのスゴロクのでかい字だけ打ち込むか。いや、小さい字か。でかいのが3つあるから、これ飛ばすか。DREXTA かな。DREXTA。これこれ。合ってんじゃない？ DREX。 合ってない。TA？ なんだっけ？あれ、A がない。なんか違うな。DREXTA。合わない、しかも。ここ X ある？なにドリーム、なになんでなんでドリームなのか教えて。主人公の猫ちゃん寝てますけど、なんでドリームだって、ここドリームって隠れてる。ドリーム。なんでここの I と T なんで抜かすの。あと2つピース取れてないな。とりあえずこの、はめれんのかな、この I。ここかな。あ、はめれた。あと、もう一文字かな。ここなんだろう。クリスマス、A かな。A かなんか。
あ、わかった。これ逆だ。光らせちゃダメなんだ。光ってないところやんなくちゃいけないんだ。こうか。こうか。こうだ。はぁ、ああ、開いた。鍵出た。何この鍵、どこに使うの？どっか鍵あったっけ？ああ、わかった。ここの時計？ここかな。開いた。12とね、12と10だったかな。どうやった？ 12 と10。これ緑だから。よし！よし、来たー！ V！ でもこれは V じゃなくて、ここの絵の、ここの文字の A！ やった！あと1個！あと一個、クッキーの謎だ。なんだこれ。本当にわかんないな。謎すぎる。数字と色は合ってるんで、押す場所、押す順番が違うのか。あら、ない。あれ？なんかここの雪だるまの雪が減ってるぞ。あー、マフラーのとこに矢印があるぞ。緑、赤、黄色、青。緑、赤、黄色、青に入れろってことか。緑、赤、黄色、青。4、緑、赤、黄色、青。オッケー、オッケー。緑、1。緑、赤、7。黄色、9。青4。もう数字覚えちゃった。うわぁ、やった！うわぁ、もうここだけで2、30分かかってんじゃないか。うわぁ。うわぁ。うわぁ、やった！むっず。結局最後まで女の子寝てたわ。うわぁ。ドアの前にいる猫と最後ニコニコの猫全然違う。おー、出口が光っている。クリアだ。おー。はい、というわけで、全部で6ステージやったのかな？クリアした感じかな。はい、結構最後のステージがめちゃくちゃ難しかったな。まあ満足かな。というわけで、ストレイキャットドアーズ、迷い猫の旅、でした。疲れた。じゃあまたね、バイバイ。